はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はレインボーシックスシージやっていきたいと思います。まあ、普通にこうやってプレイするのは久しぶりですかね。いや、まあ普通にプレイは生放送とかでしてるんですけども、まあ、今回はちょっと皆さん、見てくださってる方々に聞きたいことがありまして、どうやったら上手くなれるんですかってことですね。はい、防衛のオペレーター解析って、防衛はまあそれなりに、まあ自信があるわけでもないんですけど、まあ頑張って、まあまあキルできたりするんですよ。特に問題なのは攻めなんですね、僕ね。弱点。攻めるの下手くそです。だから、ちょっと今回ね、動画の方見てもらって、僕の立ち回りとか、そこら辺を見てもらって、何かアドバイスを欲しいといった感じでございます。ってことで、はい。試合の方行きましょう。カフェ・ドストエフスキー爆弾第1ラウンド防衛、私はイエーガー。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。爆弾を守れ。さあ爆弾守りましょう。そこパルスが守ってくれるんだったら、そこは毒がやる。パルスはやってないですね。じゃあここを守ろうかな。補強完了で、僕ここに1個置いときますか。たまにですけどあれが来るんですよね、フューズのポンポンが。さあ10秒前、あと2つ置いておきたいところですね。とりあえずこっちから攻めてくるときのこと考えて、ポン。おーっと、ホワイトさん、ライオン。これはあれかな、ホワイトさん、飛び出しリスキルを、狙ったというか、警戒しての行動かな。 OK、 じゃあとりあえず守ろうか。防衛はね、待ち伏せできるからいいんだよね。基本待ち伏せできるから僕好きなんで、プラス個性的なオペレーターが多い。ライオンあと1回ですけど、突撃するタイプではなさそうですね、これ。ちょっとヒントとか、そういうことを今使ってライオンとかで、こっちにデバフみたいなことをしてね、一気に攻めるみたいな突撃って時は頭にあるんですけども、今回はそういう感じではないか。フューズがいないっぽいので、これこっちに回収しましょうかね。誰もが無理だと言った。お相手さんがどっち攻めてくるかわからないんで。盾がいるんで、フューズ以外の盾と考えるが、今のケツはブリッツだったか。待って、そのタイミングでそれはまずいですよ。オッケー、ブリッツさよなら。ブリッツは本当になんかワイツさんのところ荒れてんな。大丈夫か。さあ戦況は2対3、まずいですよ。そっち入ってくる可能性があるか。あ、閉まってんのか。閉まってるんだったら大丈夫。危ないですね、危ないですね。後ろから撃たれましたね。ドローン見た、ドローン見た。すごい近くでドローン見てる。勘弁しておくれ。相打ちか。1対2。どうですかね。とりあえずここ気づきにくいのではないかなと思っておるんですが、後ろ圧縮で開けられたな。これ怖いな。勘弁してくれ。気づくなよ。待った、設置してる。どこや、そこか。オッケー、なんか編集できた。こっちにいるだろ。ちょっと待って、よっしゃー。心臓に悪いゲームだな本当によ。最後の一人で敵が複数とかもうダメですよ。もう一番ダメなのは1対5、さらに言うと1対1、そこら辺はダメですって。まあなんとか勝てたからいいですけども。さあ第2ラウンドは一ちゃん上ってことで、バンディット使わせていただいております。基本カフェドストエフスキーで3回守りってなった時はバンディットさんで、はい、ここ固めて電気ビリビリだけはね必ずしてます。まあ必ずしてますって言ったけど、基本僕誰もが無理だと言ったイエーガーさんなので、まあ基本はイエーガーです。なんかイエーガー使ってれば安定のような気がするんですよね。おっと、これはこっちから見てるんだろうが、ポイントありがたいっす。電気ショックで破壊すると30のボーナスがあるので、ここ空いてないのはまずくない。
よいしょ。結構下の方になっちまったが多分大丈夫でしょう。で一応これいるかどうか分かんないけど置いといて OK と、まあ、しゃがめば通れるけどそこ空いてないの。今回開通なしですか。よく空いてるのを見るから開けないのかなと思いますけど開けない戦い方もありなのかな。今回ライオンいるのかな。銃声でね敵が分かればいいんだけど僕まだそこまで水をやり込めてないんですよね。今のはイエガーか。あのイエガーとバンディットとかが持ってるあのハンドガンの音だったんですけど。ナイスよワナイさん。私なんかそういうの、ま、待ってまぐれって拾うの待って終わったね。今の銃の形的に IQ かなってきたんじゃないのか。今ワイさんそれ抜けたね。どうした。なんか若干スクリーみたいな音もしたけど、ずーっとここ見てるだけなんだな。多分ね動画で早送りしてると思いますよ。バックどこだ。もう入ってるね。ナイス。多分っていうかもうほぼほぼ確定でバルキリーさんなんですけど、IQ じゃないとしたらこれあれ、あーうーん IQ じゃねえよこれ多分あれだ。なんだ黒豆だ。カピタオさんだ。カピタオさんなんでしょうけど、いった、あ死んでるわ。ああそうか、さっきバックを倒したのが C4 で、あそうビビリか僕は。もうちょい状況を見るんだ。カピタオだな。あと一人誰かわかんないな。まあ、カベイラさんがそこ見てるのであれば、僕はこっち見ればいいんですけどね。誰や、開けたの。いや、まあ、開いててもいいんだけど、まあ、逃げるときには役に立つんですけど、ちょっとな。これ大丈夫か？こっちにはいないね。カベイラさんがグレネード投げてる。ナイス1キルと思ったら死んだがな。オッケー。エイムがクソですな。誰だったか分かんないよ。カピタオともう一人最後倒したのカピタオでしょ。僕が倒したのっていうか僕が1位って珍しいぞ。さあ3ラウンド目ですね。3ラウンド目、攻撃側ということでインを使っております。この子はここじゃねえな。2階でもなさそうですけど。このインちゃんね、買い立てですね。はい。だからどうやって使えばいいんやって。ただ、よくね、人質とかではよく、ミュートいるわ。人質モードとかで結構活躍されてる子なので、オペレーターなので、ちょっと、いいじゃんと思ったんですけども、まあ、難しいみたいですね。というか、難しいですね。ライトマシンガン今回持ってきてるんですけど、リロードが早いの、早い。まあ、ライトマシンガンにしてはリロード早いから楽ですわ。僕、スポーンする場所こっちだったのに間違えたな。ドローンの場所。空いてるね。バルキリーがカメラ投げた可能性がありますけど、怖いな。大丈夫かな。あそこ開けるのか。足行くね。足のカバーするか。まあ、1階から来ることはないと思うけど、とりあえず、まあ、とりあえず、一応ね。で、ミュートがあるから無理だと思うので、こっからポーイ、オッケー。ただそっち行くとダメ。これは、家が、ナイス！入れるっぽいので入りましょうか。はぁ、どっから来たんだよ。アッシュさん気づいてないの？ああ、もう気づいたのは気づいたが、どうだ？あいつショットガンなんだよな。いや、ナイフは危ないですよ。ああ。ナイスー。3ラウンド目全く活躍してないぜ。はい、ということで、今回は完全勝利でしたけど、まあ、珍しいというかね、僕、また1位、またというか1位ですよ。珍しいですね。ということでね、今回、ちょっと僕の動き方を見てもらったんですけども、どうしたらいいでしょうか。このインね、買ったばっかりというか、なんだろうな、インの使い方がわからないんですよね。インの使い方がわからない。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。
コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。